記憶術、ニーモニックを使って4桁かける3桁の掛け算を完全攻略するという内容でやっていきたいと思います。このチャンネルではこのようにソロバン学習やプログラミング学習を通してお子様の能力開発に役立つような情報を流していきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。前回動画でニーモニックを使って3桁かける3桁の掛け算をやったと思います。ここでちょっと大事な前置きをしておきたいんですけど、しっかり3桁かける3桁の掛け暗算が1問も間違えずに10問やったら10問全部解けてる、全部丸なんだよっていう状態にしてから4桁かける3桁の掛け暗算、今回の動画に進んでほしいんですよね。なぜかというと、全国連の暗算の大検定、2桁かける2桁から始まって、2×3、3×2、3×3、ここまで、全部丸であれば150点取れるんですよね。確か150点。150点っていうと、もう、5段、6段ぐらいですか。このあたりまで十分いけますので、国連の第一検定の、1番から解いて30問まで、これを1問も間違えずに解けるようになってから、この4桁から3桁の掛け暗算に進んでほしいんですよね。森先生のニーモニックの覚え方、数字の0から9までの覚え方ですね。どんな感じでやってるか、これです。いにみし、ごむなやしなし。それぞれの生徒の子たちが覚えやすい内容で覚えてもらえれば大丈夫なんですね。あとは大事なのが、今回このイメージ、このイメージですね。4桁かける3桁なんで、答えは7桁か、もしくは6桁、どちらかなんですね。しっかりこのカンマとここの丸の中に数字を入れる。それぞれの答えがどこに入っていくのかという位置関係をしっかり、カンマも含めですね。ちなみにこの数字、ニーモニックで数字を言葉に変えた時も、123万4000だったら、イ、カンマ、ニミシ、カンマ、というふうに、イ、カンマ、ニミシ、カンマ、000、というふうに覚えてほしいんですよね。この位置感覚、答えの位置感覚、初めから答えのボリュームをしっかり、理解する。あとは0から9の数字の言葉をどうやって変えるか、毎回毎回違う言葉ではなく、もう、いにみし、ごむなやしなく、いにみし、ごむなやしなし、こんな感じで覚えれるように、まず自分が覚えやすいようにしておいてください。それができれば、もうあとは簡単なんです。実は、なんで4桁かける3桁、間髪入れずに、間隔入れずに今回動画をアップしてるかというと、実は3桁かける3桁とほぼ変わらないんですね。それぞれ3回合計出したものを3回足していくんです。3桁かける3桁もかける数3桁ですから、3回足せばいいんです。ちなみに3桁かける4桁だったとしても、ゴリ先生の場合は、桁数の少ない方から大きい方にかけるというふうに、指導してますので、どちらにしろ変わらないですね。足す回数は3回なんです。ただ、足す数字が4桁かもしくは5桁になりますよということですよね。4桁かける必ず1桁というか、まあ、0がつくので0は無視した場合に、4桁かける1桁なので必ず5桁かける4桁になってしまいます。で、3桁かける3桁の場合はそれが4桁かもしくは3桁覚えればいいんですけども、桁数が1つもしくは2つ増えるので大変だという話なんですけど、そこでこのニーモニックですよね。ニーモニックを使うので、数字を言葉に変えるので、桁数が上がっても関係ないんですね。それでは一回実際やってみましょうか。4873×612。これは 4873×600。次 4873×10。最後 4873×2。その3つの合計を足せば答えは出ます。じゃあ行きますね。まず 4873×600 です。6724、6820、6820、29238ですね。29238。29238。これを、言葉に変えます。肉にみやですね。肉にみや。しっかり、ここですね。カンマ、に、カンマ、くにみや。先ほどの、に、カンマ、くにみや。肉、にみや。29238。やですね。というふうに、この先の丸の中に入れてください。4873×10です。これはもう48,730
というふうに速攻で出ますよね。ここで肉にみやを足していくんですけど、にみのあたりから 48,000 を足すんではなくて、すでに 48,730 ある状態から肉、要は左から右にですね、左から右に肉はもう入れちゃいます。290万2なんで71いや、2530ですね。肉、なに、ごみに変わりますね。29723ですね。肉、なに、ごみ。今度は肉、なに、ごみを覚えればいいんですね。肉、なに、ごみ。297253ですね。これを覚えてしまって、最後、4873×2、9746です。28、28、20、9746ですね。そこに、先ほどの肉なにゴミを足していくんです。左からなんで、桁数が大きい方、先頭から100のくらいから足していきます。2を足した段階で、この肉なに2972を足した段階で297298、もう答え書き始めちゃいますよね。298,298万はもう繰り上がって答え変わらないというふうに頭の中で多分理解できると思いますから、もうここから答えをすでに書き始めます。肉、なに、298、ごみ。ここで最後2276の4桁っていうのはもう、答えを298を書きながら、もう、頭の中で計算して2276が出てる。というような感じですかね。4桁かける3桁、このあたりまでできる選手たちに関しては、今みたいなもう、最後まで、最後の4桁のこの2276が出る前に、もうこの先頭の29ぐらい、もう2から答え書き始めてますよね。答え書き始めて298を書いてる段階でもう答え、下4桁、2276は頭の中にしっかり出てると思います。先ほど言ったみたいに、今回のポイントは、とにかく、にも肉、自分の覚えやすい0から9の数字を言葉に変えてください。ハンマーのイメージも入れ、4桁かける3桁だったら7桁、7桁が答え6桁になりますので、このハンマーを2つ打った状態、この状態の答えのボリューム、まず答えのボリュームをしっかり頭の中に入れながら、どんどんこの丸の中に言葉を、左からですね、左から言葉を入れていく。とにかく左から右に流していく、左から右に流していくというやり方ですね。あとはしっかり、ニーモニックで数字を言葉に置き換えてやる。これをさえできてしまえば、4桁かける3桁、もっと言ってしまうと、まあ一旦ここでちょっと時間は置きますけども、4桁かける4桁に関しても、そんなに難しくはないと思います。またちょっとタイミングを空けてですね、4桁かける4桁の書き暗算やっていきたいと思います。まずはそれまでにしっかり前回動画の3桁4桁かける3桁の掛け暗算、4桁かける3桁の掛け暗算、このあたりが間違えずにしっかり答えが出せるようにしておいてください。ぜひこのチャンネル高評価とですね、あとはチャンネル登録の方もよろしくお願いします。